教えて、へそ先生。よっしゃー。お願いしまーす。お願いします。お願いします。ゾロ編。ゾロ。ということでね。前回ルフィが、うん。難しすぎたので、まあ、実質、あれ、クマ編でした。なんですけど、今回こそ。まあまあ、ゾロね。うん、まあ、ね、ゾロということで、うん、まあなんか、思ったんですけど、一回教える前に、カズヤさんに書いてもらって、どういうところを、レベル、そうそうそう、直した方がいいところを言う方が、効率いいかなと思いました。わかりました。ちょっと一回書いてもらっていいですか。はい。はい。すいませんね、お願いします。できました。あ、はい、ゾロ。どこ？うちの、ロロノアです。はい、なるほど。え？なるほど？なるほど？ごめんなさい。どういうなるほど？おい、ヤンキー、地元のヤンキーですか？なんか襟足が、単発なのに襟足だけ長い。襟足は書いてないですよ。ゾロの、さっきにしてもらったやつのイメージで、イメージで書いたんですけど、目の感じとか、もろぞろですけどね。いや、そんなね、はい、別に、こういう、別にレベルどうこうじゃないしな。絵としてね。もうじゃあここ書いていこうか。うん。別にいいと思いますよ、僕は。逆に意地悪よ。この笑ってくれないわ。逆に意地悪。さて、じゃあ前回同様なんですけど、はい。やっぱり、丸を決めますか、最初に。どう書くか。出た。うん。書いてみましょうか。うん、いいよ。なんだって。そこにゾロが当てはまっていくわけだから。はい。ちょっと、右に向けますか。右なのか、ゾロ的には左なのか。ちょっとこう、こっちですね。うん。まあ、なぜかっていうと、ゾロは片目がつぶってるので、はい。こっちの目を優先して角度つけたいわけですよ。の方が楽です。なるほど。うん。ざっくり真ん中に鼻をこう、つけときますか。で、鼻は、はい。まあ、眉間、ここ眉毛だとして、眉間から鼻がまっすぐ伸びてください。そうですね。で、ちょっと、くい？ここ繋げなくても別にいいです。あ、いいと思います。そう、はい、いい。教えたらすぐ吸収するんだろうな。まあ見た通り書いてるだけなんで。で、眉間。眉間。ちょっとこう、ゾロはやっぱり、眉間にシワが寄ってた方がいいので、眉間のシワって、かぶってもいいですもん。眉間のシワってなんかわかる？何か、これ何かわかる？眉間。今、それ以上のあります答え。眉間のシワって何か？眉間。これが何か人間において。まあ、眉間ですよね。まあまあ、それが分かれば。そっから眉毛が伸びるわけですよね。うんうん。やっぱ、ちょっと、怒ってます、ゾロは。基本。爽やかな表情じゃないです。はいはい、はい。反対も。うん、今んとこさっきの僕の絵とほぼ変わらない、ね。そうですか？ほら。まあ、そうね。眉間にはシワ寄ってないぐらいかもね。今んとこね。強いて言うならね。で、ゾロは、はい。ここ、なんていうんですかね。山になってます。眉毛が。ああ。そのイメージありますよね。そうそうそう。高校生眉毛ですね。あ、キリッとしすぎる高校生の癖ね。高校生眉毛ですね。で、まぁ、ちょっと厚みでもつけといて。やっぱ。厚みをつけといて。よし。まあこれすべて、まぁ、仮線だと思ってください。書き直しありです。はい。で、目。目ね。目です。ゾロの目。極端に言うとこうなんですけど、二重ですね。二重です、ゾロが。二重なんだ。そう。意外と、一重に見えて、二重に。ここちょっと下ろして、こういう風にした方がかっこいいかな。なるほど、うん。で、こうちょっと切れてる目の方がやっぱゾロはかっこいいです。全部塗ってもいいんですけどね。全部塗ってもいいんですけど。うんうん。今日はこれでいきましょう。はい。はい。これを、まあ、ここに薄く最初練習してもいいですよ。ちょっと、もうちょっと。こんぐらいですね。うん。
うん、いいと思う。それを、この形に、こうして、ここ、ちょっとクッと下げる。あ、めっちゃいい。こう。うん。で、ちっちゃい黒目、周りに、太い枠。うん。すごいじゃないですか。こっちちゃう。すごいいいっすよ。で、片目閉じましょう。2年後のゾロなので。はい、閉じ方は、これに同じ大きさに、まあ、まあ、これまつげね。閉じてるまつげで、これ閉じてる目です。こうやって。うん、うん、うん。これを、こう、ちょっと真ん中あたり太くして、二重。うん。これは描きやすいんじゃないですか？で、二重の線。そうね。で、閉じてることが分かるように、ちょっと立体的にここをまぶたの形、形取りましょうか。眼球というか。うん、いいっすね。で、そこにおでこから、ピー。まぶたの厚みをこうなぞって、ピー。これ傷です。はぁ、あ。おでこから、まっすぐ眉毛伸びる。で、まぶたのこのちょっと立体なのを、そう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 。で、まっすぐ。で、これも眉毛同様、ちょっと厚みつける。うん、いいっすね。めっちゃいいじゃん。鼻の穴、描きますか。で、本来なら口行きたいんですけど、ゾロは口が一番大事だと僕は思ってるので、先にちょっと輪郭を形取りますか。最後に描きましょう、口は。いや、最後に、その、うん、失敗したら、うん、全部台無しになるんではないですか。いや、まあ、失敗なんてないです。消しゴムっていうものがあるので、バランス的に先にくっつかえちゃうと輪郭描きづらいんですよね。なるほど。まあ、ちょっと後で言います。輪郭は、はい。まい、ま、ま、はい。やばいね。まいまいまいって言ってましたけど。前髪から行きましょうか。はい。ちょっと高めに、思ってるより高めにとって、ここの生え際を、キュッキュッキュッって書いてください。これはもう、要は、上に向かってるので、髪が。こういう状態なので。そう。もうちょい真ん中がいいかな。キュッキュッキュッ。バチャーさんもさっき書いてもらったように、やっぱゾロってこのイメージありますよね。はいはいはい。この垂れてる前髪が。触覚ではないんですけど。これはもう、さっと、割と勢いよく書いた方が、いや、それは。うん。ん勢いとかはだって、その人次第というか。いや、これ勢いやった方がいい。これ勢いなかったっすよね、僕。うわ、これちょっと書き直したいっす。あ、いいっす、いいっす。これ書き直して全然ありなんで。これ練習なんですよね、要は。この顔を何回も書いて、この顔が書けるようになったら、黒板に一発で書けるようになりたい。トマトみたいになりましたけど。なんだろうね。僕だけ。これはなんで、違うのか考えようか。太いですか、ちょっと。太いですね。あと、角度が下に向いてるのと、こう、上の、極端に言うと、ちょっと上の線はこうの方がいいです。ちょっと膨らみがあった方が。まあ、生え際があるとして、うん、角度つける。そして上の線は、ちょっとこう、膨らむ。うん、このトマトみたい。これのせいなのかな、トマト。この枠のせいで今、トマトなのかもしれない。で、こっから、ちょっと斜めに折ります。ちょっと斜め。だからこう、こう割って、こうなったらやっぱあんまかっこよくないんですよ。なので、ここを、こう、ちょっと輪郭の丸みを出したいわけですよね。ここを。なるほど。なので、斜めです。はい。で、ちょっとまた生え際ちょっと足してください。はい。で、眉毛のここあたりに、まあ、もみあげのこの角度ですよ。ここ。ここに、向かってください。生え際あって、スッと、横に伸びます。そう。たらもみあげです。ゾロはもみあげが
はっきりあります。男らしいので。で、ちょっと言うと、こっから行った方がいいですね、こっちは。ちょっと膨らみすぎると太っちゃうので。そう。で、ツンツンツンって、こう、まあ、お土産の生え終わりというか。はい、いいですね。お土産の隣に耳。もう片方も耳なんですけど、ここはちょっと最後書かないでください。こっちの耳を。なぜならピアスを書くからです。こう、単純に丸書いて伸ばして。で、重なっていいです。ここは重なっていい。そう。まあ、こういう形がいいかな。で、耳の中。これ前回も読みました。耳の中の書き方は、グッてここ。中入って、そうこうやって、こうたら、顎の終わりはだいたいこの辺としましょう。顔の真ん中。顔の真ん中の線を守って、ここで。ゾロは、輪郭が、カクカクしています。はい。ルフィの丸とは違います。はい。なので、まあ、こんなもんか。はい。はい。こうですね。はい。はい。で、口ですよ。はい。口は、もう、こうでもない。要は、ちょっと、ね。ちっちゃいですね。そう。だから、ゾロは、口を大きくこう、むーっとしてます。これが男らしいゾロの。ゾロはもう、この表情さえすればゾロです。そうそうこの、口に力入ってる感じというか。これさえすればゾロです。だったらもう、あとは、まあ、ここのくぼみが、描きたいです。あとはまあ、ここはまあ、こう、アクセサリーだと思って、前髪の上から、髪を描くんです。髪は、これか、これか、これ、もう、これを3つを、はい。ランダムに、自分の中で、ガイド線引いて、ガイド線引いて、これか、これか、これ、これを、自分の中でこう同じに重ならないようにこうほう要は同じこれにならないように自分の中でちょっと形を3種類ぐらい持ってゆっくりでもいいです全然そうでちょっと膨らむバージョンとかそのランダム性がかっこよさなんですようん、めっちゃいいと思います。長さとか変えていいです。最後、なんかこう、あ、ごめん、いた先生先生ちょっとあんまり良くない映画だったんで、ちょっと面白い。いたちょっと、我が塾では。最後ちょっとチャラくしちゃいました、今。そうですよね。ちょっと切り残しがあったんで。ここまで、こっち向きでいいです。ここまで。あー、なるほど。うん。で、次、そう、そっからは、こっち向き。めっちゃいいじゃん。で、まあ、こう、中もちょっとギザギザ描いて、たまにただの線で。そう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 。で、お土産こう、中はさささ、反対も。こういうのはね、さささって描けるようになった方が、そう、ぽいです。はい。ラスト。ゾロは首が太いです。はいはい、ゾロっぽい。うん。うまい。これうまい。これうまかった。すごい、これ。この差です。これうまい。ね、やっぱ口、むにゅっとこう。うわ、すごい。不機嫌な口と太い首。はい。で、髪のランダム加減。さえあれば、ゾロですね。割と。いやー、すげえ。かけた。うん。まあ、あとはこういうとこにグッとこう眉間にさらにシワが追加されてたあ僕いらないですこれはもうじゃあいいですか今日はこれでいやただ、うん、その今横にこういてもらって、うん、なるほどこの見ながら、まあ、真似したみたいな、うん、写し書きみたいな感じなんで、うん、結局多分一人に戻ったら、うん、こっちのゾロになるんですよえ
多分こっちの急にこれに、いや、それぞれなっちゃう。まあ、思い出してもらいたいんですけど。やっぱ、ってこと細かかったっすね、いろいろ。なるほど。むずいっすよ。なるほど。指示的に。もう、明日にでも書きたいわ、ね。あ、そう、ね。もう明日だ、これ一人じゃ書けないですね。わかりました。明日書ける、また、簡単なキャラだけでも、じゃあ教えて終わりましょう。やった。あれ、ページワンとか好きですか？ページワン好きですね。かっこよくないですか？ペレちゃん、かっこいい。ページワンかけたらいいですよね。うん、かっこいいです。ページワンかけるようになりましょう。え？一緒に、じゃあ。なれるんすか？うん。またクマみたいな曲線、一緒に書いていきましょう。一緒に行きますか？うん。こっ、真ん中から、うん、ワカメを太くこう。ワカメ？ちょっと、先、最後は尖ったワカメを書いてください。はい。で、ちょっと、そうそう。で、こっから、また眉間ですね。これはさっきと同様、眉間、はい、そう。で、もう怒ってる不機嫌な目。うん、めっちゃうまい。マスクつけてください。マスクもこれも曲線。そう。で、ここだけちょっとだけ、丁寧に、ここは輪郭です。まあ、ワカメから伸びて、ここさえ描ければもうページ1です。ああ、もうほぼ。はいはい。耳。耳。うん。こう、帽子の節ですね。縁ですね。で、はい、ここからまた伸びて、はい。帽子の、その、何ツバというんですか、うん、はい。で、トン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 。ツノ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 。ちょっと適当が過ぎますけど。で、真ん中を、シュー、シュー。これが、もう明日にでも書ける、ページワン。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 ページワン簡単っすね。これちょっと、ここ。いやでも、サボりすぎる。ページワンって分かりますか？いや、分かりますから。分かればいいんですよ。要は、こんな簡単に書ければいいんですよ、ページワンが。ゾロも書けたし、うん。ページワンもめっちゃ簡単やし。いや、もうそうですよ。ゾロ。ゾロちょっとうまいぞ、マジで、これは。すごいぞ。すごい、これ、うまい、うん。うん。ゾロが書けたら、それはもう人気者でした。いや、ありがとうございました。これだけはちょっと練習してね。ゾロ簡単です、ルフィより、マジで。そうだったんだ。ルフィより簡単。知らなかった。うわぁ。ありがとうございます。ありがとうございます。また次回。どうした？書きたいキャラがいたら教えてください。はい。はい。